ちは、あみです。今日はハールレムに来ています。これから友人と合流してハーレムの街を回りたいと思います。じゃあ行ってきます。ハーレムの駅がクラシックで綺麗と聞いていたんですけど、本当にすごく素敵な駅ですね。ハーレムはニューヨークにも同じ名前の場所があると思うんですけど、かつてオランダからニューヨークに渡った人たちがつけた名前だと言われてます。合流しました。バスに乗っていきます。街の感じが全然違う。ハーレムで月に2回行われているアンティークマーケットに来ました。結構人出てる。これ何？でも優しい絵が、ね、今ちょっとぐるっと一周回って1時間ぐらいかな回ったんですけど、結構いろいろ欲しいものがあって購入することができました。個人的にはオランダの蚤の市の中でもすごくいいかなと思います。はい、すごい。ウランガモもかわいい。どう？本当？そう、ハーレムで一番、ハーレムで一番かな、オランダかな、一番らしい。そう、美味しいらしい。ヨッピソース。ヨッピソース初めて。ヨッピって何？ウィキペディアによるとオランダ人のヨッピさんが作ったソースらしいです。うん、でオランダとベルギーで大人気。うん、ソース。お土産にいかがですか？うん、甘くて美味しい。美味しい。ね、ハーレムはチューリップやヒヤシンスの球根の栽培が盛んで、花の街とも言われています。花がすごい。エース&タテというメガネの、チェーン店ですね。行ってみます。似合うよ。あ、似合うよ。めっちゃ目悪いやんか。あ、そうなの？めっちゃ悪い。私も悪い。みんな悪い。リマっていうカフェに行きました。スイカの。あ、本当？スイカの何？汁って感じ。だってちっちゃい頃とか食べて飲んだんやん、このお皿のことで。うん、スイカだ。スイカやね。うん、週末だったかな、やってる。何これ、ニンニク。そう、え、すごいね、これ。すごいね。
きな粉。なんか結構こだわりのお店系だね、ここ。ね。なんかビネンロッテとかハーグのマルクととは違う気がする。何でも売ってるからそこは。そう、何でも売ってる。なんか安いものが売ってるっていう感じではなさそうな感じがする。確かに、ね、確かに。すごい黒いチーズだ、初めて見た。でもこれもハーレム、ね、ハーレムの地産地消なんかな、ね、っぽいよね、ちゃんとしてそう。すごいココナッツマカロンです。あ、すごいすごい、ココナッツマカロン作ってる。チーズ、なんかちゃんとしてる感じだよね。エクレア売ってるし。え、そう、本当だ、ね、エクレア売ってるよ。確か、うん、すごい。あ、コーヒービーンズ屋さん。え、こういうのない。こんなおしゃれなお店ない。あんまないな。ね、キッシュとか売ってるよ。すごくない？はい、はい、マカロンも売れた。え、すごい。あ、球根持ってるんだ。あ、そうそう、ハーレムがその花の町っていうふうに言われてて、そうそう、球根が結構盛んなんだって。そうそう、ここっぽい。おすすめしてもらったお店、すごいかわいいね。いや、パプリカ、そうでしょ。かわいい。そう、ここね、ビレバンっぽい。ボックス、ノルウェー製のお弁当箱です。お弁当箱なんだ。すごい、おもちゃがいっぱい。モンチッチがいる。レコードも売ってる。すごい、おもちゃいっぱい、かわいい。レゴもある。キッズウェルカムなカフェも併設されてて、すごく大きかったです。うわ、セールがまず目にいっちゃう。え、かわいいよ。え、かわいい、これいいの。これかわいいね。ね、かわいいよ。シルバーが好きなの。うん、レザーショップかな。これすごい重くて、自転車の鍵ですね。これいいよね。うん、あ、うん、いいね。短さもいい。短さもね、楽なんですね。調整が。折り紙すごい。船だ。可愛い。ある？え、どれ？これ？わかめ味噌ブロック。どう？わかめの香りがする。本当だ、ごまっぽい。うん、こんな並んでた。パン屋さん多い気がする。ここがスメーデストラートっていうメインの通りみたいですね。コス、H&M、あ、カーサ、かわいいよね。うんうん、ね、ロッテにもある。そんな個人店っていうよりもメインストリートだね。そうだね、一番メインの通りっていう感じかな。レムスベニアーズに来ました。本当お土産屋さんだ、パッと見。この辺は本当にお土産ですね。キッズとか
デルフト焼きもあるし中にどう？ちょっと変わる。あ、こんな感じなんだ、うん、少ないけどちょっとヴィンテージとかアンティークのものが並んでるみたい。あ、この辺がそういう感じなのかな。安いね。かわいい謎の小物。KLM のファーストクラスに乗るともらえるらしいやつ。そうそう、コレクターがいて、うん、そうそう、かわいい、いろんな種類がちょっとずつ違うんだよね、年代によって。かわいい ね、階段ついてるのいいな。デルフトのタイルかな、これ結構古そう、なんかシュール。スペキュロスの型、スパイスクッキーを作るときに使ってた昔の型ですね。このままオーブンで入れて焼くって言ってました。すごい。こちらにダイアナ妃を見ながら。なんだっけ、バナナバナフィーパイ、バナナパイ、バナフィーパイ、バナフィーパイ、この色がイギリスのお菓子。そうなんだ、初めて。お店の人も好きって言ってた、ね、なんかそのタルト地にバナナ入ってて、ホイップクリームとチョコレートとか、すごい、初めて見た。これはホワイトティーのプリンスチャーミングっていうのにしました。アールグレーかな、あ、アールホワイトです。ホームメイドいちごジャムとパイナップルココナッツ、うんうん、オリジナルココナッツ、すごい、ふわふわ、ふわふわ。お、美味しそう。どう？美味しいです。美味しいです。温かい。うん、ほんのり温かい。ああ、温めてくれたのかな、じゃあ。ゆむこさんはどうでしょうか。美味しいです。美味しいです。はい、すごい。バナナ、なんかクリームみたいになってるの。ピューレ状になったバナナが入ってて、上がクリームでチョコレートです。うん、美味しい。素朴なお味。へえ。いただきます。ブロッコリーはこれが正解なのかな。うん、ちゃんと食べたことない。あ、柔らかいよ、あったかい。そしてわざわざ買ってもらう、なんか思ってたより柔らかい。あ、そう、うん、ふわっとしてるね。ふわっとしてる。ロケット大好き。美味しいよね。もっと美味しい。食べよう。どうですか？思ってたより全然モソモソしてる。あ、おおおおお。ジャムをつけて一口どうぞ。ホームメイドネーム。あ、落ちちゃった。ジャムも美味しい。美味しい。ティングタイムが始まりました。でもみんな早く編めるようになってる、ね、1週間だもんね。そうそう、すごい。かわいい、かわいい、すごい。かわいい、トトロお守りやね。靴下が、わー、素敵、ありがとう、すごい。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。